トート機関が建設した海岸砲台の前に立つドイツ海軍、兵士トート機関は、ナチスドイツにおいて軍部及び民間の工事を受け負った機関である。名前は、この機関の創立者であり、義士、さらにドイツの高官となり、軍事大臣となったフリッツトートにちなむ。第二次世界大戦前は、ドイツ国内において、戦時中にはフランスから、 ソビエト連邦に至る占領地域を含む広範な技術事業を担当し、多数のドイツ国民や外国人に強制労働を行わせたことで知られる。党と機関はその前進を含めると、ナチスドイツの成立から崩壊のほぼ全時期にわたって存在した機関であるが、その性格は時期によってかなり異なる。その変化は明確に3つの時期に分けられる。 1933年9月23日、アウトバーンの起工式。クワ入れを行うヒトラーの背後に立つ、農職の征服の人物がとうと。アウトバーン構想の始まりはナチスではなく、北、ドイツからスイスバーゼルにかけての高速道路を建設する目的で1926年に創設された私的な借弾ハフレバの試みが最初である。 1933年6月27日に発布した高速道路の全体網のライクソタバナン事業を創設する布告によりアドルフ・ヒトラーはハフレバの事業をはるかに上回る野心的な公共事業に変更しフリッツ・トートを新設したドイツ道路総監の地位につけこの責任者とした1934年までに自分の権力を増大させたトートは 閣僚級に近いところまで、機関の権力を増大させることに成功していた。一方でトートは、テクノクラートとして、非常に有能で、1938年までに 3000km を超える道路を建設した。アウトバーン事業は、国家社会主義ドイツ労働者等の傑作の一つとなった。トートが、後に言う、トート機関になるであろう事務組織の中核を作ったのも、この時期だった。 党と機関が成長して重要性を増していき、党とが名声を獲得していく過程は、ヒトラ政権下で多党政治を行うドイツ国家の流動的で不安定な状況において、積極的で有能な指導者が権威と権限を伸ばしていく典型例である。当初、アウトバーン事業は一般の労働市場を当てにしていた。ドイツは、 この時期依然として、世界恐慌の後遺症から抜け出られておらず、労働力の不足はなかったのである。経済が回復し、労働力不足の方が深刻な問題になると、1935年から、唐突期間は国家労働法士団を通じて、ドイツ各地から徴用労働を行うことが可能になった。1935年6月26日の法律。 国家勤労法仕法により18歳から25歳までのドイツ人男性は全員6ヶ月韓国務に従事することを命じられた。この時期においても労働に対する対価は失業保障よりもわずかに割の良い程度に支払われていた。労働構成と労働条件は次の10年余りの期間に急激に悪化することになる。1938年。 トートはアウトバーン事業の過程で創立した複数の行政機構、下請業者の指揮業軍、労働力提供元の労働法師団の連合体として正式な意味でのトート機関を設立した。ヒトラーはトートをゲーリングが担当する第24可燃計画下にあった労働法師団の全権大使に任命した。民間工事に関する投資は大幅に削減された。 1933年から1938年とは、裏腹に、1939年から1943年に、アウトバーンに追加された車道は 1000km に満たなかった。重点は、軍事目的に移行し、最初の事業は、フランスのマジの線に対抗した、マジの線と同様の目的を持つベストバル、建設であった。事業に対応する形で、 トート自身も1940年に新設された軍事省の大臣に任命された。1941年、トートとトート機関は占領したフランス、オランダ、ベルギーの沿岸に建設する大西洋の壁の建設というさらに大きな事業を担当することになった。この大西洋の壁事業には、 1940年6月30日から1945年5月8日までナチスドイツが占領したイギリスのチャンネル諸島の要塞化も含まれていた。イギリスで唯一のナチスの強制収容所はオルダニー島で東都機関が運営したオルダニー強制収容所であった。性壁事業により創出された急激に増大する労働需要は 強制労働に関する法律の一連の拡張で埋め合わせることとなり、最終的には国家のために恣意的に行われる強制労働を全ドイツ人に最終的に義務づけるに至った。1938年から1940年にかけてドイツ人175万人が労働奉仕に動員された。道土機関と労働法師団は共に階級を表すための山形祖でしょう。 検証などの気象の成功な組み合わせを用いており、階級性外観ともに、準軍事組織のような特徴を持っていた。フリッツ・トートは、東プロイセンで、ヒトラーと会って間もなく1942年2月8日に、飛行機事故で死亡した。トートは、この戦争は勝てないという確信を持つようになり、ヒトラーに、それを伝えなければならないと考えていた。このため、 トートの死は秘密裏の暗殺によるものだという憶測があるが、未だ実証はされていない。トートの軍需大臣及び事実上、1943年5月、ヒトラーからフリッツ・トートリングを授与されるシュペア。指導者の死にもかかわらず、トート機関は土木技術組織として存続し、さらに多くの任務を引き受けた。1943年初め、 大西洋の壁の継続作業に加えて、機関はフランス北部における V1V2 ロケット用発射基地の建設をも受け負った。同年夏、ドイツの戦争努力がますます防衛路線に進むに従い、機関はさらにドイツ国内都市における防空壕の建設と爆撃された建物の修復や地下における精錬所、兵器工場の建設をも受け負った。しかし経営に関しては、 トート期間は1943年にアルベルト・シュペイヤの軍事、軍事生産省に事実上組み入れられた。資材と人員の欠乏によって、あらゆる生産がひどく落ち込み、ますます困窮を深めるドイツにおいて、シュペイヤの有料はドイツ戦時経済のほぼすべてにわたっていた。シュペイヤは生産高を大きく伸ばすことに成功したが、その代償として、 ますます強制労働に頼ることになってしまった。唐突機間の労働力も同様に強制労働に頼ることになった。戦争の終わり頃にはドイツ人に対する強制的な国務は6週間の通り一遍の軍事演習に縮小されており、徴兵されたドイツ人はすべて軍の部隊もしくは軍の直接支援組織に配属されていた。 遅くとも1942年初めから、この役目が占領した国々の捕虜や、強制労働者に置き換えられることが増えていった。外国人と捕虜は、やや遠極的に、外国人労働者と呼ばれることが多かった。1943年と1944年、こういった、強制労働者は強制収容所などの、囚人によりさらに増大した。 1944年初週には1万から2万人のユダヤ人との根血者もしくはユダヤ人と隕石関係にある人々が特別な部署に補充された。1944年末までに、東都機関の全業務に関わった労働者、約140万人のうち1%は兵役を免除されたドイツ人、1.5%は強制収容所の収容者、 残りは占領した国々の捕虜と強制労働者であった。全員が事実上奴隷の扱いを受け、無慈悲な全体主義国家による徹底した先制状態に置かれていた。戦争や労働の中で命を落とした者も多くいた。上級藩指導者の征服作業員用腕章、労働者の階級章襟章、1943年以降、ありがとうございます。